小林幸子です。始まりました、小林幸子は YouTuber。 なんとあの有名な牛宮城に来てます。宮迫さんとね、ちょっとこの間コラボさせてもらったりとか、その時絶対に来ますって言って、でも今日みんなスタッフも一緒に来たんですけど、みんな楽しみにしております。ただあの宮迫君って、私まあ自分で言うもなんですけどね、結構うるさい。私生まれの宮迫で親の娘ですから、お肉にはうるさいです。さあどんなお肉を食べさせてくれるのか、さあスタートしたいと思います。いくよ、いざ勝負。では早速だ、はい、早速お席の方にお座りいただきましたが、今日は素敵、なんか素敵よ、なんか個性を感じますね。私はいいなとか、換気がね、なんか普通だったらこう、この焼いてるところの上にこう、こういうのね、浮かんでます、それがないですからね。じゃあ早速幸子さん、はい、牛宮城に来たということで、お肉をご注文いただくんですが、お手元にメニューございますので、おお、まさこちゃんの名前入ってる、いきます。おお、サンドセットでもありますね。これまあユッケね。ああ、でも美味しそう、みんな。ほんとちょっとビーフユッケだって。これトリュフユッケ。いや、さすがその隣もなんかすごいですよ。何？キャビアユッケ？すごい。キャビアユッケは食べたい。絶対食べたい。ちょっと待って。これは結構有名とか、もう普通に見たら。よく見ますね、極み短所。そうそう、極み短所。確か宮迫さんがあの宇宙一美味しいって言った気がします。そうそう。本当に宇宙一かどうか試してみようじゃない。で、中で、中で。宇宙行ったことないからね、宇宙行って。確かにそうじゃない。ああ、でも多分それ言われちゃうと、多分あの宇宙行ったことある人しかも分からなくなっちゃうね。ねえ、行ってみたいなぁ。私絶対宇宙行きたいな。宮迫、はい、飲む。ね。そう、あら、でもちょっと良さげだわ。お肉、あら、ちょっといい感じ。あら、温度縮みも。これはね、楽しみですね。すごく楽しみ。まあ、食べてみないとわからないんだけど、焼肉屋のガーリックライスって、美味しいかもしれない。うまそうですね。ね、いい。ちょっとこの石焼きユッケビビンバ、見るからにいいね。でもやっぱり私は何が好きかって言ったら、あれ食べたいね。知ってる。キャビア。あ、キャビアユッケ。キャビアユッケ。私冷麺大好きだからね、もともとね、冷麺好きだから。これすだち冷麺、いいね、いいね、すだち冷麺ね、美味しそう。好き？まあ男の子は甘酸っぱいぐらいがちょうど好きなんだね。まあそうだ、いいのか悪いのかどっちかな。だからまあまあちゃん、いいね、美味しそう。よし、楽しみです。では幸子さん、はい、改めてあの注文は結局どうしましょう。結局はですね、キャビアユ、名物極み短所。そして宮迫ちゃんの宮迫貝の実、そして、宮迫ハラミ。あ、すいません。まあ綺麗だわ。いや、今ずっと歩いてきたでしょ。みんな綺麗。絶対顔で選んでますって。可愛いね、本当にか。じゃあお願いします。ですね、まずキャビアユ。そしてですね、名物極み短所、それで宮迫貝の、それから宮迫ハラミで、以上ですね。あれ、幸子さん、今日ビールいいんですか？もちろんビールお願いします。美味しいっすね。肝心の宮迫さんはいないですね。いない。あ、え、宮迫さんっていうのはお店には出てないの？出てないんだ。絶対出てるぞと思って、ね、あ、違うの、いないの。あ、忙しく仕事か。あ、そっか。実はね、この後、幸子さんのご厚意で、僕らスタッフもそうここで幸子会をやると。そう、幸子ちゃん会。だってほら、宮迫ちゃんとあのやった時に、今度あのみんなで行くねっていうふうに言ったでしょ。いや嬉しいです。まさか牛宮城食べれると思わなかったので。さっちゃん会のために行ってるようなもん。そうね、やめなさいよ。そうだよね。でも、さっちゃん会は焼肉多いよね。そうですね。さっちゃん会多い。今のところ焼肉か、幸子さん家でどんちゃん騒ぎか。幸子さん家でどんちゃん騒ぎってすごい、いいお肉で。
いいお肉は出るし、お寿司は出るし、ピザは出るし、何よりいいお酒が出ますもんね。見たことないやつ。楽しいもんね、みんなでね。もう評価なくなっちゃうね、ごめんね。あ、はい、さつこさん、ビールが来ました。じゃあここに、はい、ありがとうございました。キャーン、お茶入れください。はい、では、みんなお先に。大丈夫です、後で追いかけます。追いかけないでしょ。追いかけないでしょ。追いかけないでしょ。甘いのは追いかけるけど。はい、コーラで追いかけます。いや、何よりです。まだお肉食べてないけどね。もうまずこれでも最高に美味しい。合格。あ、さつこさん、はい、来ました。おー、来た。 お、あらー、おー、あー、じゃーん、何ですかこれ。なんかこう、カレー山水って感じがするんです。レーサー水、もう芸術ですよ。黄色光ってますよ。素晴らしい。ワンタン塩になりました。美味しそうだ。もう塩がついてこのままでも、はい、はい、おお、はい、いや、ちょっと休ませて、焼いた後ライターチームちょっと休めとかなって。はい、じゃあ宮里貝の実の方ですね。はい、貝の実の方ですね。貝の実になります。ありがとう。いやいやいや、さつこさんすごいですね。これがいい。これをちょっと食べてみたいな。いや、すごい。上に乗ってるキャビアですよね。キャビアです。すごい量乗ってるんですね。すごいね、たくさん入ってるね。しかもその上に乗ってるのは金箔ですか。これは金。はい、金箔です。金箔。そしてお肉も一枚一枚分厚いですね。これちょっと崩すのがちょっとね、いいですね。いい感じですね。早速いただきます。さっそく、ちなみに辛口評価で忖度抜きで、はい、正直に評価をお願いします。はい、わかりました。美味しい。甘だ。早かったな。見てみキャビア。先生、食レポしてもらっていいですか。あ、そう、忘れた。あ、そう、なんかね、焼肉屋さんに来てるってフランス料理に来てる感じ。ああ。うん、フランス料理屋さんの前菜をいただいてる、そんな感じがいたします。あ、中のスパイシー、これなんだろう。うん、もう焼肉屋さんの概念をもうこう超えてるというか、そういう味です。これは美味しいわ。中にセロリ細かく刻んでるから、ちょっと入れ込んでるから食感がすごくいい。あー、これは美味しいな。見てこのキャビア、本当にこれでもかってね。では幸子さん、はい、名物極み短縮。極み短縮、おお、もうね、完食。これちなみに、はい、注文は1回のみらしいです、この極み短縮。本当に人気で品薄なんでしょうね。あ、そう、塩味ついてるから、タレとかにつけないでくださいって言われてもね。あ、ちょっと換気もすごいですね。全然煙が、全然煙がある。かなり大丈夫です。おお、あ、いい色ですね。いい色ですね。言うけどね、もういいんじゃないですかね。ね、もういいよね、もういいよね。あ、完食ってこんなんだったっけ。美味しい。おいしい。お肉が違うのかな。何、そこまでですか。うん、お肉違う、間違いなく美味しい。これはうまいね。さっぱりはもちろんしてるんだけど、じゃあ
ちゃんと口の中で味、肉汁がこうギューッと中に入って、これは美味しい。ちょっとまだ、もうちょっと待ってね、はい、もうちょっと早く、ね、でもさっきさん、これ早田くん、終わらせちゃうのさ、紹介しましょうか。そういうことだ、すっかり忘れちゃった。じゃあこれ早く焼いてこう、焼いて、はい、これなんだ、これなんだ。では、幸子さん、続いてそちら、宮迫ハラミ。ハラミです。ハラミー、あれ、何だ、はい。おぉ、いや、でも、ハラミも分厚いですね。すっごいね、厚いでしょ、これ。これ2つぐらい食べてもお腹見えないじゃん。ええー、僕らは3皿ぐらい。あ、わかりますよ、これ。焼いていきます。あ、いい感じ。まだ、もう入れちゃいましょうかね。こちら、今度は貝の実です。貝の実。いやいや、ちょっとこれすねえ、霜降り、これなんだ、ねえ、霜降り、降り、もういいかな、休ませましょう、お休みしなさいよ、お休みしなさいよ。じゃあ、いいね、もうそろそろ起きなさい、もうそろそろいかがです。どれだものすごく歯応えがあるんだけど、あのね、とろけるの、口の中で、おー、口の中入れたらとろける、ほんと確かに、すぐなくなっちゃってました、あ、なった、あ、さすがさん、お肉が、お肉がひっくり返さないと、うーなん、焦げちゃった、でも、でもいい感じ、いい感じ、あ、でもいいじゃないですか、いや、おいしい、あのね、じゃあお肉のきちんと引き出した味を、じゃあお肉のきちんと引き出した味を、いや、いいですね、いや、これはいいな、入ったな、辛口コメント言おうと思ったの、ものすごく甘いわいや、でも実際それだけおいしいってことですからね、おいしいですね、これはレモンをつけて召し上がってみて、はい、お肉の種類が全然違うね。ちょっといきまーす。なんか柔らかくて油っていうのかな、いい感じの油が上がってくる。お肉らしいお肉。でもおいしい。そうなんだ。おいしいんだもん。はい、というわけで、もうね、みんなスタッフがもう本当になんかこう、どれたらそんな感じで、ね、だからもう、何しろ、さっちゃん会をやってしまいます。もう、これは素晴らしい、美味しかった、やるよ、みんな、行くよ、オッケー、そんなわけで、ごめんねだって、さっちゃん会今からやりますので、YouTuber ばはこれで失礼させていただきますそんなわけで、登録よろしくお願いします、行くよどうも、待ってた、あらら、どうもどうも、約束します、約束通り来ました、ありがとうございます、みんなと一緒に、イエーイ、イエーイ、おっ、で、宮迫さん、デートなんてですか、なんでやねんシンプルになんでやねん、いや、本当に、はい、まあ、最初テーマとしてね、はいはい、辛口で本当にどのぐらいの お肉が美味しいから飲んだ、言ってくださいって言われたの、はい、本当に美味しかった、ありがとうございます、ねえ、美味しかったです、美味しかったです、本当に美味しかったです、タンなんかも美味しいし、ありがとうございます、もうすっごく美味しかったです、うわ、嬉しいです、本当に嬉しい、もうね、この間ほらみんなでね、皆さんとこ行こうねって言って、はい、そこでさっちゃん会やろうねって言って、今日は約束通り来ました、ありがとうございます、嬉しい、奥さんとも仲良くね、常に仲良くさせてもらって常に今日まずご飯作ってから出てきて優しい、優しい、ありがとうございました、また来ます、またね、みんなね、また今日はね、こういう形でお願いします、お願いします、ありがとうございます、本当にこれ全部ですよ、ありがとうございます、素晴らしいお肉のチョイスね、はい、すみません、はい、こんにちは、小林幸子です、始まりました、小林幸子はもう一回言っていい？どうしました？いや、牛グーババーって言おうかと思ったのに言えなかったから、すいません、もう一回お願いします、はい、次行きましょうか、はい